IQ140 以上の貴族の皆様、そして、兵法を知らぬボングメの皆様、こんにちは。今回は、前回解説した理論を用いて、一世紀近く何の成果も出せていないけど自分が頭いいと勘違いしている現代物理学者が束になって逆立ちしても解けない人類最大の謎、量子エンタングルメントを解決していきたいと思います。量子力学、おさらい。貴族の皆さんには、量子エンタングルメントなんて説明するまでもなかったですね。貴族の方は、6分まで飛ばしてください。兵法を知らぬボングメ。は繰り返しご視聴いただき、その奴隷の運命を少しでも向上させた後、私を称賛するコメントをお書きいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。原子とは、量子の周りに電子が回っているものです。この電子や光子が量子であり、量子はそれ自身でも回っています。いや、ずるい友達なくすって。ただしそのスピン方向は確定するまで右にも左にも回っているとされています。不思議な性質ですね。右を見ながら左を見るって言ってるようなもんだ。ここで言う確定とは、光を感光板に当てたり目で受け取ったり測定器でいわゆる観測を行ったり、光が光として作用した場合のことです。確定した量子のスピン方向は右か左のどちらかに統一されます。このスピン方向が決定された状態こそが粒子です。つまり、量子とは粒子の前段階であり、よく使われる、観測、とか、確定、という言葉は、量子が粒子になったと言ってるだけです。物理学者って時間は t とするとか、座銀で c 数とか、そういう無駄な言い回し好きですよね。もしそういう無駄な言い回ししてる物理学者を見かけたら。量子が確定した時、スピンが右になるか、左になるかの確率は2分の1です。このスピン方向が2分の1って決まる、という量子の性質を証明したのが、ノーベル物理学賞を受賞したベルの不等式の破れです。そんなにすごいことかと思ってしまいますが、もしこの現象が量子の性質によるものではなく外的要因で引き起こされていたのなら、量子力学自体なくなっていたかもしれない。それくらい意味のある証明だったのです。今から説明する不思議な現象も全てこの量子の性質を元に引き起こされています。量子の扱い方、説明しましょう。光とは量子の代表格ですが、この光が進んでいる間、もしくは反射している間、もしくは屈折している間は確定は起こらず、量子状態は保たれます。光ファイバーもこの、確定、を起こさぬよう、反射を繰り返して送信されています。といっても 100% の反射はできないため、何%かは途中で確定、つまり、光子として顕現してしまいます。この減衰は、伝送損失なんて言葉で表されたりします。光ファイバーとは、途中が真っ暗であるほど、損失が少ないのですね。ステップ型の方は、光が入る角度によって、それぞれ到達する時間に差が出ます。グレーデッド型では同時に同じところに到達します。集中砲が逆に回ってます。シングルモードファイバーはさらに大容量の情報を遠距離まで送るのに適しています。今、光通信のための様々な技術の開発が行われていますが、日本の技術が世界に先駆けて、赤衛系ファイバーの限界といわれる 100km を中継なしで送れるファイバーを完成させました。ちなみに、アニメのレーザーはこのように光りますが、宇宙空間でのレーザーは物質に当たらない限り光りません。機動戦士ガンダムのソーラシステムは現実に近い描写をしていますね。空気中のレーザーはホコリや微粒子に触れて光子化するため、このように光って見えます。光とは、そもそも真っ暗なものであり、光が光るのは、物質に当たり、確定し、それを我々の感覚器官が受け取った時のみです。宇宙的に見れば、光は光ることの方が珍しいのです。白人はよく、宇宙は人間にとって都合よくできすぎている、オーマイガー、などと語りますが、そう感じるのは他民族を奴隷にして良い暮らししてる白人だけです。宇宙は人間の企画できない量子で満たされており、全く人間に都合よくできていません。オーマイガーっていうか、オーマイバーかって感じですね。バカ。さて、物質に当たると確定してしまう量子ですが、これを確定させず操る方法が、反射、屈折以外に2つあります。それが、ひねりと、分割です。ひねりにはベル測定という手法を用います。90度&マイナス90度の光を、45度ひねるゲートに通したら、結果は135度&マイナス45度となりますね。このベル測定という手法を覚えておいてください。まあ、大体ルールはわかったぜ。続いて分割ですが、これには非線形光学結晶体というか、エッチなマジックミラーというか、ハーフミラーを用います。ハーフミラーで光を 50% 透過させ、50% 反射させる。これで光を分割できます。この操作を分光と言います。分光した光もやはり、それぞれ、右にも左にも回っています。光子として確定した場合もやはり、2分の1で右か左になります。けれど2つのスピン方向は必ず反対になります。
A が右なら B は左、 A が左なら B は右になります。これも量子の性質の一つですね。この分光された2本の光こそがかの有名なエンタングルメント状態を持ちます。さて、この分光した光の片方だけに先ほどのひねり、コトベル測定を行うとどうなるでしょう。ひねりを加えられた A は -45°&135°になります。すると何もしていない B は135°&-45°になります。 B には何もしてないのに A を操作した瞬間 B も変化するのです。この変化に距離は関係ありません。たとえ1億光年離れていても片方ひねれば両方ひねりが加えられます。片方への操作が同時にもう片方へ伝播する、これが量子エンタングルメント効果です。10代と万丈目、カイザー亮とアスカ、わかりました。俺は相棒と2人だぜ。1億光年離れていても同時に伝わる、その伝達速度は光速を軽く超えています。あらゆる事象は高速を超えることはないと豪語していたユダヤ権力者アインシュタインが、なぜ死ぬまで量子力学を批判していたか、これでお分かりいただけたかと思います。私が物理学教師アインシュタインです。アインシュタインバカ、よくできたルリ、偉いよルリ、かわいいよルリ。量子エンタングルメントの解決、後半に続きます。さて、私はこの量子状態の光を虚光子と呼称し、それはディラック水平線下で宇宙サイズまで膨張し、虚光子を粒子に確定させる事象をホワイトホールと呼称しています。このタバコ税は日本の防衛費ではなく現政府及び反日企業打倒の戦争費に使った方が日本は良くなる理論カッコ仮を使えば、量子エンタングルメントを解決できるのです。前回光の移動を量子が光速の2倍で広がり、光速の2倍で収縮していると説明しましたが、例えばこれを広がる速さを無限大、収縮を光速とした場合どうなるでしょう。広がった虚光子が収縮し、細胞分裂するように、細胞は2つの粒に分かれる。今までの量子エンタングルメントは、このようなイメージでしたが、私の理論ではこのようなイメージとなります。まるで、一本の棒が2つに折れたように見えますね。スピンしている棒を真ん中で折ると、端と端は必ず反対スピンになります。うどんを想像すると分かりやすいです。うどんの次は放置してると味が落ちるので3倍濃縮ではなく使い切りタイプをおすすめします。はい、こう下に押しながら、はい、くん。エンタングルメント状態で加えられたスピン変化は、差も高速を超えて伝播しているように見えます。けれど、片方を操作しているのではなく、極大化した一点を操作していると考えれば、特に不思議な現象ではないのです。量子は一つの紐って言ってる猿？じゃない、物理学者もいることですし。すみません、IQ が違いすぎると、猿と物理学者の区別がつきにくいもので。They're all idiots. このように量子は、我々の認知できないディラック水平線下では宇宙サイズであり、我々が認知できる物質世界では粒子になる。そう定義すれば、量子の不思議な性質を全て解決できるのです。と言っても、そう定義すると今度は、この定義自体が不思議な性質になりますね。量子がイコールゼロ点宇宙。みんなはなでしこがどうやって動いてるのか知ってるかい？宇宙はそもそもゼロから始まりました。では、ゼロとは何でしょうか？真空とは何でしょうか？宇宙誕生前にあったとされる真空の揺らぎとは何でしょうか？何が揺らいでいたのでしょうか？粒子でしょうか？量子でしょうか？いいえ、粒子も量子も距離も速さも大きさも時間も空間も何もない、それが真空です。何もないところに宇宙が誕生し、138億年、ディラック水平線下の真空場には今も何もないのです。大きさの概念がないゼロ次元では、物質の大きさは無限大でありゼロでもあります。あらゆる情報は光速以上で伝わらないとされています。一光年の長さの棒を回したとき、反対側が回るのは1年後です。ならば一粒の光子、それより小さいゼロ点が回るのに必要な時間は何秒でしょうか？ゼロ。です。宇宙が90度回るには、何百億年の時間がかかります。けれど、ゼロ点が90度回るのに必要な時間は何秒でしょうか？ゼロ。です。我々物質世界の1億光年も、量子世界ではゼロとみなされているのです。なぜなら量子エンタングルメントは、光より速い、ところではないからです。1光年を1秒、2光年を2秒、といったスピードの概念はなく、1光年だろうと、2光年だろうと、同時に情報が伝わるからです。それは、距離、速さ、時間の概念が、ないことを意味します。さらに、分光された2つはスピン方向が逆になる。1つ部分のエネルギーを飛ばしても波の軌道を通る。2辺の長さが等しい三角形が二等辺三角形であるように、これらの前提を網羅する性質とは、観測前の量子は膨張性質を持ち、その大きさは無限でありゼロとみなされる以外にはありません。一方、物理学者はこれら量子の性質にただただ不思議、不気味、奇妙 as though it was aware, it was being watched. だとすれば現実とは一体何なのでしょうか、だの文系的な表現を行うだけで物理に置き換えられたものはいません。物理学者とはら述べでも書くのが仕事なのでしょうか。何考えてんだか。よってラノベを書いてる私が、人類で初めてこの前提123を網羅する理論を提唱したというわけです。その理論こそが、愛国俺らと売国政府企業で日本を真っ二つにした内戦を始めようで自衛隊こっちでパチンコ警察あっちな理論カッコ仮です。これでボンブの方々にも私の偉大さがお分かりいただけたことでしょう。
ありがとうございます。本部の皆さん、賞賛ありがとうございます。私は賞賛されるのは好きじゃないって言いましたよね。賞賛されたので視覚的に説明します。大きさゼロの量子世界を中心とした場合、我々の物質世界はホログラフィックに表せます。物質世界では光は高速で進んでいるように見えますが、実際は量子世界で発生し、そこから点々と数珠つなぎに浮き上がっていることになります。ちなみに量子世界といっても別の宇宙があるわけではありません。あくまで視覚的な解釈です。物質世界での1億光年も、量子世界ではゼロとなります。ゼロゆえに左右もなく、ゼロゆえに時間もありません。表面に浮き上がる際にスピン方向が決定され、粒子となります。物質世界から与えられたスピン変化は即座に量子全体の性質を変え、当然、量子エンタングルメントの相互作用も常に無時間で行われます。また、量子としては有名ですが、粒子としては未発見な、重力子というダークエネルギーがあります。重力子が発見されない理由は、重力が表面まで作用する量子ではない、つまり粒子化する量子ではないからと考えられます。量子の膨張、収縮がディラック水平線下で行われているなら、浮き上がる際、収束点が物質の向こう側になる場合も考えられます。トンネル効果とは、粒子状態だった電子が量子化し、遮蔽物の量子的な隙間をすり抜け、向こう側で再び粒子化する、そういった仕組みなのかもしれませんね。ちなみに、壁に何度も体当たりしてれば物質も壁を通り抜ける、なんていう人がよくいますが、それはこういうイメージ映像を見た、おバカさんの発想ですので、決して真に受けないでください。というか、物質は量子じゃないので確率以前にトンネル効果は起こりませんよ。ザーボンさん。逆に言えば、人間も量子化すれば、ポテンシャル障壁をすり抜けられるということです。ここでは物質をフェルミ状態、量子をボソン状態とします。フェルミ状態をボソン状態に変えるゲートアルファ、ボソン状態をフェルミ状態に戻すゲートベータを用意し、量子ゲートをサンドイッチします。この量子空間には大きさも時間もないため、どこまでも伸ばせます。アルファに入った人間は、ベータへのワープが可能になります。荒唐無稽な話ではありますが、宇宙を折り曲げてくっつけるという、白人式ワープ理論よりはお手軽でしょう。機動戦艦なでしこのボソンジャンプも、これと似た理論を採用しているため、ワープ時や出現時に、めぐみよ、ボソン変換順調などと言ったりするわけですね。ジャンプ。ミス・ファサージ Multiple mobile enemy weapons approaching! Ryoko? I got you, Captain. Just let me at them. Prepare the gravity blast cannon, June. Yes, ma'am. I'm detecting enemy Gekigan type units approaching via bows and jump. Gekigan type?ボソンジャンプしつつ接近。That's easy. 関係ないですが、ウェンズデイってまるでリアル星の瑠璃みたいですよね。I can make it worth your while. You know, most people just say thank you. I don't want to be rescued. インドには群毛象を表すという言葉があります。これは数人の盲人が象を触り、それが何かを答える話ですが、目が見えないだけに盲人たちの答えはめちゃくちゃでした。私の理論は、ヘイラルトとホーフとのホログラフィック宇宙論、長尾さなおとの量子電光掲示板理論、ジェラルド・ファインバーグの光より速い滝音、ホイラーとファインマンの先進波、ロバート・フックのエーテル理論、そしてトンネル効果を網羅するものです。彼らが触れていたものとは、そう、私の理論だったのです。私に近づいた彼らの功績は、どれも素晴らしいものです。が、所詮は私に及ばぬボンブであることも、おのおのしっかり覚えておいていただければ幸いです。これからはクソの役にも立たない素粒子物理学ではなく、コンピューターにも応用できる量子力学の時代です。皆さんも今後は、自分の国に原爆を落としたアインシュタインを称賛するユダヤ奴隷を脱却し、与えられるものではない、正しい真実を追求していってくださることを切に願います。以上で一般理論の解説は終わります。ご清聴ありがとうございました。虚構詞、ディラック水平線、量子場イコール無限のゼロ点、そして量子エンタングルメントの解決。一見頭のいかれたこれらの理論は、人類が未だ手をつけることさえできていない、あの物理現象を解き明かす鍵だった。その物理現象とは？わかるか？全然。さっぱり。バカ。合言葉は、次回、量子力学シリーズ第3話、時間の正体は〇〇を、みんなで見よう。ブレン、ただいま、食べる？